オスバルト・シュミーデベルグ。オスバルト・シュミーデベルグは、ドイツの薬理学者。シュミーデベルグは、近代薬理学の父と呼ばれている。当時のロシア帝国のクールラント州、グート・レードソンに生まれ、1866年に、タルト大学で、血液中のクロロホルムの測定法に関する論文を、書き上げ医学の博士号を取得した。後に、 カルテ大学のルドルフ・ブルーフハイムの助手に代われ、1872年には、ストラスブール大学の薬理学教授に就任した。1869年には、ムスカリンが、心臓における、瞑想神経の電気的刺激と同じ効果を喚起する、ことを示した。1878年には、薬理学の古典的教科書である、アウトライン・オブ・ファーマコロジーを表した。 1885年には、ウレタンを、催眠薬として導入している。また、ストラスブール大学での46年間で、後に、他の大学や外国で教授となる多くの更新を、育成した。シュミーデベルグの研究は重要な薬物と毒物を、ほとんど網羅するほど多方面に及び、特に、ジギタリス、ムスカリンの薬理、薬物の体内代謝の研究は、 優れた重要な業績である。世界20カ国から120名の留学生が、実験医薬理学の開祖シュミーデベルグの下に来て、その指導を受け、あるいは共同研究に加わり、それぞれ帰国の後はいずれも母国に実験医薬理学を移植し、その先駆者、指導者となった。こうして、世界的な規模で、実験医薬理学研究が行われるようになって、 急速な進歩をもたらした。明治時代日本からも、高橋淳太郎、森島倉田、林春夫が、その留学生となって、日本の実験薬理学の基礎を開いた。ライトマン、アラン・ピー、ザ・ディスカバリーズ、グレート・ブレイクスルーズ・イン・トゥエンティース、センチュリー・サイエンス、インクルーディング・ザ。 オリジナルペーパーズトロントアルフレッド A クノープカナダピアニッシモ P178 ISBN 0676977898 A brief history of pharmacology モダンドラッグディスカバリーアメリカンケミカルソサエティ2009年3月17日閲覧 ABC 橋本コロク薬理学研究の解雇と展望 新古典主義薬理学の幕開け、日本薬理学雑誌1989年93巻、P315 から320。ありがとうございます。